さあ、広い町に飛び出そう。俺は自由だ。こんにちは。乗った。あ、かわいい。うわー、羨ましい。すす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 。うわお。ライブアライブ原始編のザキみたいな状態になっちゃう。これ乗っ取りとかできないのかな。さあ進め。いい。お、なんか反応するとこがあったぞ。トゥ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 。なぜコロタシ。あ、生きてた。お姉さん、お姉さん、こんにちは、こんにちは。お、お花、お花。いろいろと集められる要素ありそうだね。ブリュ。あ、やばい、敵がいる。うわ、やめろ、やめたまえ。これもう登れない。攻撃手段がない。まずいぞ。人間が身代わりになっちゃう。こきゃっとな。これはまず獲物を見つけないと。お、こういうとこ隠れれば。まずいまずい、全然隠れられてない。なんてことだ。こんないたいけなリスを。オタク訪問。開いてない。お花。こういう隙間とかにありますね。お、こっからお家入れんじゃん。なんかある、なんかある。これ便器から来たー。汚い。てかボット免除すらでない。なんちゅうお家だ。爆弾じゃんこれ。なんてこった。監視カメラとかあったら。よし、こうやって登っ内側を登っていけそうだねこれ。え、なに、こんなとこに。まずいぞ。結構油断ならないな。武器はないか。いっぱいいる。何してんの君。登って助けてください。変なハゲに襲われてるんです。うえー、なんてつらい。えい、ダメだ、これは重くて足らない。あ、なんか出てきた。先にゴールデンだけ取っちゃおう。何かをしてあげることでこの住人が満足して。開かない。パカ。お洋服、お着替え。ああ、合成されるんだ。うわ、爆発した。これ爆弾だったんだ。可愛い人形かと思いきや。うっしっし、何でも投げてみるもんだね。そして相手の落としたチャカで。よしよし、これさえあれば。これ鍵穴もまた同様に壊せたりはしないのか。お、いけるね。鍵なんていらねえんだよ。反対側もあったね、開かない扉。いいねいいね、このちゃんとね、不安ところ壊して。壊れ方も結構多種多様か。開かない、これ以上開かない。なるほど、こうやっていいリロードポイントゲット。ぴょーん。お肉焼いてるんです。僕も欲しいな。あ、しまった、バレットタイムの。
発動させてしまった。お肉が飛んでいってしまった。あ、これ撃つと爆発するでしょ。しない？意外と爆発しないね。で、この上に乗ると俺は焼かれ？焼かれないね、意外と。あれ、当たらない。お食事中失礼します。みんなオーラ持ってんね。あ、どん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 。何、ご飯に何か不服なところがあるんですか？そうでもないらしい。ちょっと髪の毛傷んでますね。トリートメントしてるの？これでインタラクトしてとどめを刺す。はい、こっち向いて。ごちそうさまです。銃が変わるとまたこのアクションも変わってくるんだろう。こういう爆弾こそ何の罪もない住人に向けてファイヤー。とりあえず目的がわからないからな。何をしたらいいんだろう。カンカンカン。こういう邪魔なやつはとりあえず撃っておくけど、銃を使わず。あー、いいね。カキ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 。グルーミングですよ。まったく羨ましいやつだぜ。木登りをしたいけど銃を持ってるとできないのが悩ましいところ。あー、かわいい。最高じゃん、木登りするリス。どんどん登って登って、登った先にはイーグルダイブする場所もない。いてー。あ、これ傘に飛び乗ったらポイーンって跳ねられたのかな。ブブ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 。大変なことになってしまった。跳ねた。予想通りではあったけど気持ちよく乗ることができなかった。とりあえず収集壁はあるから取れるどんぐりをひたすら集めちゃうけど、このお家にはセーブを忘れずに捕まってくる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 してセーブができる。お、セーブすると中に詰まってたどんぐりがもらえた。お邪魔しまーす。罠じゃねえか。なんて恐ろしい家だ。あ、これを倒して足場にできる。この板自体は引っ張れなさそうな。ぴょーん。あ、やばい、これ傾いて沈んで沈んでる。どうなってるのこのお家。まずまず、あ、もうこんな溶岩の中耐えきれんの、キュンケルぐらいだよ。溶岩に耐えながら大たちの乗った岩をぶん投げてくれるから。あ、やばい、意外と滑っちゃうんですよこれ。もう危ないから割っとくのもありだね。むず。一気に飛んでおくが吉。お、いい階段じゃないか。栄光への階段だ。あ、まだまだある。先
禁止で割っとこう。お、もう一発。ベッド開放。もう一個どんぐりがあれば。お、こっちには50個捧げることで同じハンドガンか。でも敵を倒さずとも補充ができる。これ倒れないのかい。なんか上に通れそうな道もあるし、とりあえずはそこのデカどんぐりを取りに行くかい。あ、あそこにもある。あ、なるほど。ここの3つをツンツンすると向こうのベッドが倒れるわけだ。え、なんかカタカタいってる。落ちるのね。ふう、どんぐり。あ、うわー、そこ落ちる判定があった。窓ガラスとか、お、割れるんだね。そして集めきったので、パカン、新しいお召し物。かわいいなあ。このアイパッチいらないな。なんか着替えたいね。いっぱいある。リロードして、アップなあ。ほんとね、これ結構反動が強いんだよね。リスちっちゃいから。打ち切ってしまった。倒れた。よし、こうやって飛べば。結構重ジャンプを忘れちゃうからね。すごいな、唐辛子の壁紙。窓ガラスをぶち破って、お外、こんにちは。